約25分後に再開ということで、時間が余ったのでちょっとショールームしちゃおうかなと思って15分だけやります。むちゃくちゃ眠たい、なんか眼球疲労がすごくて、すっごい眼球がね疲労してるっていうか、今日コンタクト新しいやつなのにめっちゃ目がかすむ。なんだろう、花粉かな、花粉がレンズについちゃってるせいかわかんないけど、なんかシンプルにやったらもう目が重くて、なんか目が重くてなんか目がこう開かないし、なんか花粉がすごくてくしゃみ止まらないし、鼻かゆいし目かゆいし、なんかいろいろとね花粉がやばすぎて、なんか去年より花粉がえげつない気がする。なんか薬飲んでんのになんか薬効いてる、あの薬文句言ってんじゃなくて、なんか薬が飲んでるから大丈夫なはずなのに、なんか結構普通にくしゃみとか鼻水とか目かゆい。だからなんかもうか薬を飲んでなかったらどんだけやばいんだろうと思って、なんか逆にちょっと不安になるぐらいマジ花粉がやばくて、なんでこんな花粉がすごいんでしょうね。めっちゃ聞きたい、なんかなんでこんなに花粉がすごいんですかみたいな、そのわけでしてくださいみたいな感じで、本当にそうマジでどないなってんねん花粉、本当にさ、ちょっとさ花粉さ本当マジでどないなってんねんっていう話なんですけどね。そう、もう本当に花粉やばくて、なんかさどないって感じ、ほんとびっくりするぐらいもう、ね、眠いね。でも今日はなんか全然いつもより寝れました。集合時間が遅かったので昨日6、7、でもなんか最近さ7時とか6時とか6時とかに起きすぎてマジ7時ぐらいに目覚めて、パッて「えっ?」って起きて「あれ?」って思って「あれ?」って思って集合時間確認して「あいや大丈夫だ」ってなって「もう一回寝よう」ってなったけど、結局「もう一回寝よう」ってなったけど、結局ねそのちょっと後にね起きてね朝ごはんもりもり食べて、まあ朝パンなんだけどもりもり食べて、でねなんかそれで普通に仕事行ってみたいな感じかな。いやでもいつもより寝てるはずなのになんか眠いんだよね、普通に眠たい、寝不足。でもだから私は毎日もうあーもう本当にやばい、あー辛すぎる花粉症は。あのね本当にねあの何の話したか忘れたわ、なんだっけ、なんかもう忘れちゃったけど、くしゃみしすぎて、あそうそう、だからね今はねもう R1 とあとあれも飲んでます、なんか疲労疲れてる体にみたいな、チョコラ BB みたいなやつもう飲んでます、もう元気いっぱい、科学の力を借りて、今倒れるわけにはいかないからね、今元気だから元気を保つために、そう栄養ドリンクを注入して頑張ってます。栄養ドリンクってやっぱ栄養高いだけあって高いよね、花粉症の薬は飲んでるよ、
飲んでる飲んでる。うん。もう栄養ドリンクとかに関してはもう絶対なんか気の持ちようだと思う。もう本当になんかもう病は気からっていうから、マジで元気元気って思えばもう本当に元気でいられる。そう、 眠たいなって思えば眠たいの。今もめっちゃ眠たいんだけど、私も眠たいなって思うんだけど、でも本当に鼻がムズムズしすぎて、さっきもくしゃみ止まんなかったしさ、もう本当に鼻がやくて鼻水やばくて目がやくてさ、結構やばいんだけどさ、これは風邪じゃなくてね、マジ花粉だから本当ムズムズが止まんなくてさ、シンプルに鼻声なのはそれのせい。本当にさ、なんか花粉がえげつないのよ。なんか眼球丸洗いしたよ。絶対コンタクトに花粉ひっついてる、見づらいもん。なんかほんとめっちゃ眠たい。なんか栄養ドリンクばっか飲みすぎてもダメなんかな。いろんなやつあるじゃん。なんかよくわかんなくなっちゃうのかな、体とかって。体の仕組みわかんないから、なんか何とも言えないけど、どうなんだろう。体さん体さんとか言って、なんかどれがどれかわかんなくなっちゃいそうだよね。やっぱなんかこれ以上飲むの、今インフルが流行ってるから、とりあえず R1 は絶対インフル予防。うん、そう、なんか結構 R1 飲んでて本当にマジでインフルにならなかったのよ、ずっと飲み続けてるおかげで。だからマジで本当にずっと飲んでる。なんか本当にね、ずっとインフルにはなってなくて、うん、そうだからね、そんな感じでね、ずっと飲んでるんで、なんかそういうさ疲れた体にとかはあんま飲まないけど、なんか本当にやばいな、なんかもうさ、やっぱりさ若さでは乗り切れないところもやっぱ増えてくるから、そういうところね飲んでるけど、でもそれの私も今日初めて飲んだから、そう、なんか飲みすぎると意味ダメだから、なんかそうあれは毎日飲んでるけど、エアドリンクは今日が1本目って感じ。ちょうどやっぱりさ連日ずっと続いてて、結構メンバーもバタンバタンって言ってて、でもやっとメンバーが戻ってきた感じかな、逆に。だから逆にね、逆に今かなっていう感じで、今栄養ドリンク1本目って感じ。カフェインは別に飲んでない。私別になんかコーヒーとかあんまり全然飲むけど、なんかそういう目的で飲んでるわけじゃなくて、シンプル飲みたいから飲んでるみたいなぐらい。だからなんか別にそんな、うん、なんかそのためにカフェインは取ってないかな。眠気予防とかなんかそういう感じかな。うん。いや全然、うん、なんか比べ物にならない意味で大変かも、やっぱりどうしても。うん、なんか大変じゃないことはやっぱりないよね。だってさ
簡単にいいものは作れなくない？何でもかんでもやっぱりさ、大変大変な中頑張っていいものが完成するじゃん。てかいいものを作るために大変だけど頑張ってるっていう感じじゃん。なんかそれですよね、今は本当にいいものを柏木さんが卒業してだし、まあ本当に本当にね、本当にもうメンバーもね、だいぶ新しいメンバーが増えて、今50人いないじゃん AKB っていう意味でも、やっぱりファンの人たちにも、あ、これで AKB 行くのかみたいなのを見てもらうためにも、そう、頑張る頑張るのは当たり前なのよそう、頑張るのは当たり前なのよ。大変だし、そう、なんかもう本当に眠たいよね疲労がね、なんか好きあらば寝ちゃうんだよね、私結構やばい、睡眠がなんかさ、歌とかさ、歌詞覚えようと思ってさ、こう電車とかのね、通勤の時とかに聞くんだけど、本当に右から左なんかさ、あーってなっちゃうんだよね、聴いてるだけになっちゃくて、いつもなんかメロだけ覚えて一向に歌詞が覚えられないで、なんかでも歌詞覚えようと思って、こう歌詞見ながら音楽をね、まあ、聴けるとき、電車の中とかだったら歌詞見ながら聴けるじゃん。歩いてるときはちょっと無理だけど、でそしたらさ、もう覚えようと全集中じゃん。そう、そしたらもうたまにこう言ってるよね、見てるはずなんだけどこうなってるよね、結構そうでさ、なんかさ、あのさ、自分が分かんない、例えばじゃあ A メロ B メロ歌えるみたいな、サビが分かんないとするじゃん。あ、よし、 A メロ B メロ来た、サビサビサビくん、よくあるのマジで。自分が分からないところをいつもね、飛ばしちゃって、ああやばいやばい、戻して戻してみたいな、一生なんかね、ぼそこの自分が聞きたいところでぼーっとしちゃうくて、一生永遠無限リピート。なんなんだろうね、あれ、あるあるなんだけどマジで。そろそろ15分かな、どうだろうね、あともう数分な気がする。35分から始めたから35、あと2分ぐらいだ。なので私はね、ね、見て視覚的に覚えて、プラスあのあれしないと覚えられないタイプかな。うん、なんかなんだろう、聞いてるだけじゃ覚えられない、聞いてるだけじゃ歌詞ね、頭に入ってこないの。だから歌詞見ながら聞かないと覚えられなくて、うん、なんかね、なんていうんだろう、なんか頭の中でこう写真みたいに出てくるのね、それがで覚えてるって感じかな。感覚的、なんか感覚的な覚え方に似てるって言ったらいいのかな、なんか分かんないんだけど、図が出てくるみたいな感じ。うん、イメージがないとだから覚えられない。例えば立ち位置とかでもこう何番っていうだけの覚え方すると結構忘れちゃう。だからこうステージがあって上手で2列目でみたいな、何番みたいな、そう、なんかそういう覚え方ってないとなんか覚えられない、頭の中に出てこないと覚えられない。よし、テラップ、よし、あ、やばい、あと10分だ、やばいやばい、よしよしよし、終了にしよう。13位朝日さん、12位ヤングさん、11位英語チェケ温泉さん、11位さん、9位メッチさん、8位ザクさん、この後のコンサートリハも頑張るね、ありがとう。7位キコさん、6位ナッティさん、5位ニキョさん、引き続きリハ頑張ありがとう。4位トシさん、3位シンドさん、2位マイマツさん、そして今日の1位はナーラムさんです。ありがとうございました。というわけでこの後もねリハを頑張りたいと思います。いい、でもね、合間でできてすごく良かったです。イエーイ。
ね、帰りにマスク買わなきゃ。もう見て、このマスク私今日最後なの。家にもう一番マスクないの。やばい。花粉症のタイミングでマスクをなくしてしまうっていう。今日帰りに買わなきゃ。忘れないようにしたいと思います。じゃあみんなまたね。バイバーイ。